1906年、テレジア士官学校で教育を受け、オーストリア・ハンガリー帝国軍に入隊する。陸軍大学に入校するが、第一次世界大戦が始まり、公平隊員として従軍する。1918年11月、ポーランド軍に入隊し、参謀本部第一課長、後に、第三課長。1919年10月から第一、不評師団参謀長。 ポーランドソビエト戦争時、1920年4月から第3軍参謀長、同年6月から北東戦線、後に中央戦線の参謀長。1920年から1921年、第2軍参謀長。1921年5月から最高軍事会議第3課長。1924年12月から参謀次長。 1928年11月から、ワルシャワの高等軍事学校警備司令。1938年1月、ドイツとの戦争に備えた戦略計画案を立案し、エドバルトルイツシミグーイ元帥に高く評価された。1939年3月、ポズナン軍監察官に任命。ドイツ軍のポーランド侵攻時、ポズナン軍を指揮。ポズナン軍は、 フランクフルトナオーデルポズナンの線で陣地を敷いた。9月8日から9日、ブルゼにおいて逆襲によりドイツ第10軍の攻勢を停止させる。9月9日、大損害を受けていたポモジェ軍の残余部隊も指揮下に置いた。その後、ワルシャワ軍副司令官に任命され、首都の防衛を担任した。頑強に防衛したが、最終的に降伏した。戦時中は、 捕虜収容所で過ごした。1945年5月、米英軍により解放され、イギリスに移民。ロンドンで9月戦役歴史委員会を率いる。ロンドンで死去。ありがとうございます。